動画じゃないの。はい、撮ってるよ。それでは皆様、明けましておめでとうございます。令和5年の新春うそ会神事にご参加いただきまして誠にありがとうございます。毎年ご参加の方、また初めてご参加の方、久しぶりに参加するという方、皆様それぞれに、このひとときをお楽しみにされていたことと思います。いよいよこれからうそ会を始めさせていただきます。今年のうそ会は合計 6回のうそ会を執り行いまして、6回の嘘会を執り行いまして、嘘会の後に当選5句を発表いたします。合計6名の方に純金製の嘘取り金嘘を授与いたします。多くの方々と嘘を交換することで天神様の誠心に取り替えていただき、皆様と共に素晴らしい嘘会神事を行ってまいりたいと思います。今年は3名の女性の神職で進行させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、心の準備はよろしいでしょうか。それでは第1回目の嘘会を開始いたします。嘘会始め。変えましょう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 。昨年世界を熱狂させた FIFA サッカーワールドカップカタール大会、メッシ選手率いるアルゼンチンの36年ぶりの優勝や、フランスエムバペ選手の決勝でのハットトリックなど、まだ記憶に新しいところですが、その大会で強豪ドイツスペインを破り、日本代表を2大会連続の決勝トーナメント進出に導いた森保監督が今後も指揮を執ることが先日発表されました。まだ見ぬ新しい景色を見るために、一戦一戦覚悟を持って挑戦していきたい、監督はそう意気込みを語ります。次のワールドカップが開催されるのは3年後の夏。3年後というと、令和9年の菅原道真公1125年式年大祭を前に、太宰府天満宮ではご本殿が大改修工事を終えて生まれ変わり、天満宮でも新しい景色が見られることになります。3年後の世界はどのようになっているのでしょうか。そして私たちはどのような景色を見ているのでしょうか。その景色が輝いていることを記念したいと思います。ということで、令和5年最初の嘘会神事金嘘当選5句は、日本のサッカーのさらなる発展に期待を込めて挑戦といたします。挑戦の金嘘をお持ちの方いらっしゃいませんでしょうか。
挑戦です。あ、おめでとうございます。早速お越しいただきました。それでは手前の方にお越しください。確認をさせていただいております。トイレ行こうか。どこで分かるの？入ってます。おめでとうございます。早速ですが、証書を授与させていただきます。証一つ金嘘。令和5年新春最高の嘘会神事にあたり、金嘘当選者としてここに授与いたします。令和5年1月7日太宰府天満宮。おめでとうございます。ありがとうございます。それではどうぞご本殿の方にお進みいただきまして、お祓いを受けていただいてから金嘘を授与させていただきます。おめでとうございます。はい、ということで皆さん、第1回目しっかりと交換されましたでしょうか。十分に温まったでしょうか。第2回目も、どんどん交換していただいてですね、昨年の嘘をしっかりと誠に書いていただいて、昨年いろいろあったかと思いますが、しっかりと嫌なこともすべて、嘘だったかのように書いていただきたいと思います。しっかり書いていただきたいと思いますので、2回目ご準備はよろしいでしょうか。はい、それでは参ります。第2回目始めたいと思います。嘘替え始め。変えましょう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 。昨年9月23日、武雄温泉と長崎間を結ぶ西九州新幹線が開業し、博多長崎間の所要時間は30分短縮され、最速110分で行き来することができるようになりました。いつの時代においても交通網の整備は重要な取り組みであり、生活利便性の向上による経済効果や魅力ある観光ルートの新たな構築が期待されます。そしてその車両デザインには、どこにもない九州らしい新幹線を作りたいという熱意をもとに、JR 九州のコーポレートカラーである赤が配色され、毛筆書体で記した列車の愛称名カモメが車体にも配置されています。西九州新幹線カモメは各時代を代表する特急列車カモメの一つとなり、この令和の時代においてさらなる活躍が期待されます。ということで今回の当選国の一つは西九州といたします。西九州の旧祖をお持ちの方いらっしゃいますでしょうか。いらっしゃいました。おめでとうございます。どうぞ前の方にお越しください。それではどうぞお上がりください。令和5年第2回目の金嘘当選、本当におめでとうございます。それではこちらでまず証書をお渡しいたします。
明石一つ金運素令和5年新春最高の嘘返神事にあたり金運素当選者としてここに授与いたします。令和5年1月7日太宰府天満宮おめでとうございます。それではこれからご本殿でお笑いを受けていただき金運素の授与をさせていただきます。皆様どうぞ温かい拍手でお送りください。ありがとうございます。それでは続けて第3回目の嘘返神事を執り行います。6回あるうちの3回目でございます。皆様ご準備のほどはよろしいでしょうか。それではこれより第3回目の嘘返神事を執り行います。嘘返はじめ。太宰府天満宮ではご祭神である菅原